コングカルルス諸島は、ノルウェー領、スワールパル諸島の東部を構成する無人の島諸群で、ある。5つの島、コング島、スウェンスク島、アベル島、ティルピツ島、ヘルゴラント島といくつかの岩礁からなる。総面積は332平方キロメートル。北東島、バレンツ島とエッジ島とはそれぞれエリクエリク線、海峡とオルガ海峡を挟んで隣り合う。 北極グマの住むスワールバル諸島でも生息数はコングカルルス諸島が最も多く近隣の北東島特有人等ともども北東スワールバル自然保護区に指定されており海岸線から500メートル地表からやはり500メートル圏内の立ち入りにはノルウェー総特府の許可が必要1617年モスクワ会社の先見隊により発見された時は おそらくバレンツ島の山頂あたりから目視で確認したと考えられる。当時は同社の選手、リチャード・ワイクにちなんで、ウィッチ・アイランズと名付けられた。コング・カルルス諸島とスバ・アルバル諸島。主な島を面積の順に並べるとコング島、スベンスク島、アベル島、ヘルゴラント島、ティルピツ島となる。衛星から見た姿。ありがとうございます。